この3つはね、どうしようもないんですよ。とにかく大学でつけてきてもらわないとって言われたことがあるんですよ。で、これ僕が最初メールポンと投げた時にビデオを送ったんですけど、ビデオ見た人います？あ、一人もいないですはい、ですね3つあるんですよ。3つあるよって、まあ僕がビデオで喋ったんです。今覚えてなくたってグーグルは大体のことが分かる。
ラクションでいいぐらいしてるんですか。ってことは それを授業で俺がね、こう意識からこう声をかけして皆さんに押し付けたところであまり意味がないんですよ。で、僕はこれ気象を出しにしますけど、結局ここのトレーニングを3回やれたらいいかなだと思ってください。だから皆さんその先生にはなりたいわけです。気象にどれぐらい興味あるかバラバラかもしれないんですけど、先生になりたいんだったらもう絶対これ必須なん でそれのトレーニングだと思って、あのこれを今回出しにしますっていう話に今回はしたいな。ほんでじゃあまずですね、早速なんですけど、あの、まあ、これからこれ使って外に測りに行こうぜみたいなのをいきなりやってもいいんですけど、その前にですね、ちょっと表現力をちょっと練習しましょうか。これ、わかります？なんで開けてあるか、これはなんで開けてあるかですね。はい、じゃあちょっとですね、あの皆さん一回立ちましょうか。やりたいことをやったら
マニュアル好きマニュアルがあるマニュアル作りたいな手順細かく決めて動きたいあそうですはいはいはい好きになれるどういうもの好きになるいいこと言うねいいこと言うねI'm gonna get you.
これあれだ。
あの早く来た人はいい目を見るパターンのやつだ。これ一般ね。これ7人、7人、あれでしょ、スマブラで、あれするし、荷物決め